はい、こんにちは。奥田民生です。よろしくお願いします。本日はこの京都のイベントに呼ばれまして、時々いろんなところでやっている、突撃まあまあそう、人前で録音したりするようなやつをやってるんですけど、今年からこの車ができまして、新しい企画として、突撃オートモービレってやつを始めておりまして、そんで京都まで軽自動車で来るのは嫌だなと思って、しっかり大きな声で喋ってって言われた。でもまあ呼ばれたからには来なきゃいけないんで、そのまあこの企画で他にも寄って何か所か寄ってここにたどり着きました、京都で。はい、この後ろの今これ突撃号なので、こっち一番借りて激突号という名前になってますけども、これを岐阜の工場で作っていただいて、それを取りに行ったのもありまして、非常にあの狭い中だけでやってたのがいろいろできるようになりました。はい、まあ今日一曲京都っぽい曲を録音して帰ろうと思いますけど、あのそんなにまじまじとずっと見るもんでもないんで、その辺をこう徘徊しながら見ていただければ。疲れると思いますよ、長いですし。あのこの内側の人たちはなんか当たったんですよね、椅子が。よかったですね。椅子がでも当たって、なんか飲み物買いに行ったりできるんですか。できる、行ってきて。いいよ、まだ最初何も見るもんない。一応説明します、車の。する？車、突撃号です。まあ見てわかるけど軽自動車ね。で上が開くようになってて、こうバホンと、あのキャンプ仕様の上でもうこう、ね、寝るよみたいな。僕は寝ないけども、のを買って、この中にソファーみたいなのとか、ちょっとこうテーブルみたいなのとかがつけてあるようなキャンパー仕様の車だったのを、中を全部ひっぺがして300万ぐらいしたんですよ、中古で。それの多分200万ぐらいをひっぺがして、その録音機材を入れました。これ映ってですか、なんか、なんかこうした方がいいの。まあ、録音機材といってもね、アマチュアの人の、あの家にあるレベルよ。あ、それよりちょっといいか。こんなん、プロトゥールスがあっての、あれ見えます？スピーカーがあって、なんか音入れるやつ。パソコン、ね、Mac mini、見えてる？で上、こう上がこう開いてるんで、まあ、ここで立つこともできるんですと。先日岡本さんの浜がここでウッドベースを弾いてくれましたけど、こういう、まあ、独特の風情がありますよ。はい、まあ、そんなことで手で。なんか落ちた、マウス。でこうね、スポンジを貼って吸音効果を手作りでボトボト落ちてきますけど、これこんなのを作りましてね。そしたらあの好意で激突号
作ってくれることになりまして、こっちはもうめちゃめちゃかっこいいんです。プロが作ったから。何これ、こうなんかいいんですよ、はい、っていうことで引っ張りながらやっていると。で今日は配信があるわけでもなく、ここのお客さんがタラタラと見て帰っていくだけのやつです。あ、まあ後日 YouTube で流すことな、あ、なんかこれ俺らのカメラだけじゃないカメラもあるよね。これなんかで流れるんですっけ、後日。それも YouTube、 ソニーの YouTube、 ソニーパークです。さあ説明終わったんで休憩ちゅうか暑いですね今日。今から1個ずつ楽器を取っていくんですけど、今日ゲストがいましてね、ドラム、知り合いのドラムが昨日たまたまここでライブをやっていて、今日もいていいよということで、よく一緒にやっているサンフジンズでおなじみの伊藤大地が今日はドラムをやってくれますあの大地君巨人ファンだからさ、色的に嬉しいのよ。本当ありがとうございます。ありがとうございます。そのためにそうしたんじゃないですか実は好きなんじゃないかな。俺がそんなことないですよ。俺は巨人のオレンジは嫌いよあれはオレンジじゃなくない、なんかちょっとこんな線だし、はい、まあまあとりあえずすごいの作りました、ね、すごいの作ったよ。ドラムできるようになったからね、ちゃんと。すごい。これは。それでやってもらいますけど、今からたらたらサウンドチェックとかもして、すぐボーンってできないですか、いろいろ音のチェックしますんで、なんか飲み物でも買ってきてくださいね、はい。夕方には終えるように頑張ります。ではよろしくお願いします。とりあえず、だからサウンドチェックみたいなしてみる。チューニングする？そうっすね。もう撮ったりしたんですか？ドラム。撮ったりしたよ。某地方で。もう3回ぐらい、ここに来るまでに3カ所行ってるから。あ、それでここにたどり着いた。ここにたどり着いてる。すごいんだよ、燃費が悪くて。K なのに。あれで引っ張れんのか。引っ張ってったら、ウィーンってずっと。その京都に来る途中に、この受け取りに行く回を俺見ながら進化する。ドラムがドンガラガッシャンになったやつね。そうそうそう。それは岐阜の工場に取りに行ったやつですね。まあご観覧ください。すごいな。ちょっととりあえず好きなようにチューニングするか、スネアも変えてもいい。じゃあこっちはもう。エンジニアのミヤちゃんです。ミヤ島さんです。よろしくお願いします。みなちゃんもカードついてる。これ時々忘れないの、ママさんとね。よいしょ。撮ってるやろ。ちなみにヘッドホン、これで、キャノン、スプーンの、こっちにつけた。銀座のソニーでやったんですよ、2日間。その時にこれ作ってくれて。銀座のソニーでやった時にソニーの人がね、これ光、まあ、夜は光るんだけど、それでものすごく邪魔なままずっと倉庫っていうか、どうしますこれ、もうバラしますかみたいな言ってたら出番が来ました。このまま置いて帰るかこれソニーの人に、ソニーのこっち店に置いてもらう。はっきり言って家で置くとこなかったです、これ。今日はもうだって皆さん無料ですもんね。
そこにだから遠慮はないのよ。で俺まあいいか自分のギャラのことを今言いそうになった。ギャラなんてあるのかなこれ。ここで一応ベースを弾くっていうこと、ここでいいんですよね。そうですね。それで。これさ、このかっこいい、かっこいい椅子はな、むずいの、邪魔なの。だからいつもの事務室にします。これ、これ。はい。電池。これ。あ、椅子、椅子。それ。事務室。はい、今日そっちこれが慣れてる。このコロがサーンって動いたらダメなんですよ。これぐらいじゃないと。一応向こうのが見やすいかな。大地くんが見やすいかな。椅子が向こうの方。あ、俺がこうってこと。あ、じゃあとりあえずこれ、はいはい、あ、こう見える。見えるちゃんと。開けたまま。開けたまま。後ろはちょっと音の関係で閉めるか開けるかは今から決めます。閉めた方がいいかもしれないですね。閉めた方がいい。閉めた方がいいかもしれない。まあカメラで見えるもんね。ここまで全く楽しくないと思いますけど。すみません。ミラーボールをお楽しみください。すごいね、あの釣り用の水ベルみたいなやつ、あれ使うとこんなに回るんだ。水ベルじゃねえ、なんつうんだっけ、忘れた。あず、いや熱い。ベース。あったかい。え？あ、これね。何か所か回ってきて、だいたい時間帯が昼過ぎから始めて夕方ぐらいまでやるじゃないですか。で西日をずっと浴びたままやってるんですよ。だいぶ日焼けしてるよねこれ。あ、いや、なんか顔が黒かったもん今日鏡見たら。
ちゅうか、マジこれ耐えられんかも。それなのに焚き火しようとしてるだろ、これ。焚き火。あっつ。クーラー買ってきて。エアコン買ってきて。白熊くん買ってきて。そこか。それついて。それついてんの。いやいやいや、始まったら熱いよ、そこ。せめてこうしたいな。こんなに食らうとかな。ちょっとやってみようか。あのモニターチェックも兼ねて、うん、最初の方、そうです、あの最初ドラムとベースもちろんしか聞こえないんで、何のこっちゃわからないと思います。徐々に曲が分かっていくと思うんで。これ大体ここでいいですか、うん、この場所、うん。もうこれもだいぶちょっと撮ってみないと、こういうもんだっていうのもみんな分かってきてくれた人は分かってきてくれてると思うんでね。何これとは言われないでしょ、もう。いや、まあ言う人は言うか。閉めてやってみましょう。いいな、そこ日陰で、その上。そこ喫煙所でしょ、しかも。そこ最高じゃないですか。喫煙所。ね。いやいや、ここは。この状況で一回ちょっとやってる。これ回るんだ。なった。直したから回らなくなったのかな。まあいいや。ちょっとお願いします。はい、キー、デーだ。デーだよ。クリック、クリック。あ？
ンスは大丈夫です。大丈夫です。え？あのそうあそこのジャーのところは一応ドラムソロ的な。ドラムソロ。ドラムソロ的。わかりました。ちょっと俺も分からなかった今。あっつ。ちょっと待ってよ、整理するから。4つでもう歌う。どうですかね。バランス。バランス。聞いてみる。うん。どんな音なのか。音を想像がつかない。聞いてみようか。ベースが下手よ。ブー。なんか野球帽。ちょっとプレイ。はあ、これ泣き叫んでる。あ、ここで弾けるの、すごい。座っちゃって土足。ああいいよ、この辺で聞くよ。外にも出るでしょ、きっとこれ。おお。うおーじゃない。じゃあ聞いてみますか。お願いします。ドラムベースだけですけど。で。これ戻った絵。
いや、音はいいと思います。めちゃくちゃ音いい。音いい。このだけど、ベースとドラムの素っ裸で恥ずかしい。恥ずかしい。まあでも、どんな曲か知らないから。あ、そっか、まだ曲のない。知らないです、聞こえてない。あ、ラップかもしれない。なるほど。そう。なるほど、なるほど。ほら、ちょっと水飲もう。あの、インストかもしれない。できましたさようならって。そっかそっか。そさあできるかな。いや、もう一回いけます。じゃあ本番いきますか。本番ちょっとあそこ、そうね、感想、あれどこだ、これ一回 DS 大声入したらまた、そうですね、ギターソロ12小節やってで、エンディング。あ、違うわ、はい、あ、タミオさんの曲ですよ。あ、そうか。リーデン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 、はい、飛んでジャン、ここがジャーン、はい、ドラムソロ、もうじゃあここからドラムソロ行っちゃっていい。はいはいはい。でもう終わるよ。あ、なるある、なんかドラムソロ16やって、うん、ジャン、はい、最初頭昼なんかいい。ああ、うん、最初でもあっあっって言ってますよ、ね、言ってるね、あれ、そこに合わせる、うん、どっちでもいいや。これこれキックもうミュートし、これこれ以上しなくて大丈夫か。大丈夫、キックパスが熱くなると上がるのよ、音が。知ってる、キックってあんまりいじってない、やってない、ミュート見てない、見たんでしょ。ミュートバスドラちょっと、うん、はい、うん、本当にタオル貼ってない。そうでもないね。丸いやつでいこう。あれでもこれ下敷きで作ったやつ。お尻が熱さ、ここがめっちゃ熱さね。あっち。あれ、今開けて撮ったんでしょ、閉めてたんでしょ。あ、じゃあ閉めててもいいか。ちょっと待ってね、止める。ガサガサっていう。暇ですか。俺だけ日向じゃないですか。何なんですか。あ、そこには何人かいるね。わかるでしょ、気持ちが。寄れよ、もうちょっと。あの人たちは俺の気持ちは分かってくる。5人。さあやろう。来い。
いいよ。いいの？はい。今のまま。Two, one, two, three.終われたけどね、最後はベースはね、ちょっと何個か間違えてるよ。もう分かると思うけど、何小節目でしょとも言えるぐらい間違えて。ドラム大丈夫でしょ。大丈夫ですか。いざもう一発やる。えあ、もう OK でしょ。聞きます。もう一回やろう。もう一回やろうか。もうワンテイクやる。もうワンテイク、このまま。はい。すごいプロっぽいな。俺一人じゃ絶対やらないやつやんか。もういいよっていうやつ。もうワンテイクです。プロの技をお楽しみください。プロとセミプロの技をね。あっつぁ、これこうしたいけどな。こう。いやいいや。はあ、分かった、分かったよ。分かったよって遅いんだけど。違うんだ。いいとこでこいつベロベロベロってビャーって。なんで片方しか止めてないね。
そのなんかトラブルを起こそうとしてるでしょ。わざと左上だけ止めるっていうことある？SMA の人させんじゃない。だってスカパラとかだって絶対やらないだろこんなこと。俺だからだろ。え、ミレイちゃんとかの時こんなことしたらめっちゃ怒られるんだよ。強くなりがちよね。強く強く強く弾いたらいけないのよ、ヘビメタの諸君。あ、違う違う、ヘビメタの人って逆にめっちゃ弱く弾いてるんですよね。もうなんかもうなんかこんなんじゃないのよ。すっごい弱いです。痙攣してるみたいなんです。強く弾くと、例えばこの A を弾くじゃないですか。これは強く弾くと上、最初がブーンってちょっとこう今までの清志郎みたいになるわけよ。うーみたいになるわけよ。だから上がるんですよね、チューニングがね。ってやればいいのにってやるとどうしたんだみたいな。わかりやすいですか。暑いわ。もうちょっと、もうちょっとでくれるのにこれ。お前らなんならちょっと消えてきてるやん。仲間だと思ってたら。ちょっと一回だけチューニングするわ。怒られるから。YouTuber に。何やこの。どうぞ。テイク3。練習も1に入れろ。うん。うんって。じゃあ2で。そんな。じゃあ3で。来た。え、じゃじゃじゃあ。あ、じゃあ、じゃあ、えい。
あ、実はあのドラムソロの時にビーターが飛んでっちゃって。あ、マジで。ビーターが外れた。スピードキングがキコキコ言うやつがね。っていうことはドラムソロからバスドラなしです。そこだけやり直し。聞けます。聞こうか。でもやり直せばいいよ、うん、前のテイクもあるわ、うん、そうですね、はい。まあ、あっつー。俺も1、2箇所直せば大丈夫だと思うな。あの、これ僕たち2人はあのポッテペッテテックっていうリズムボックスと最初に俺が入れてる仮のギターと一応歌も聞こえてるんです。ここが歌ってるとこですよみたいな。今はドラムとベースしか聞こえてない。俺たちは曲が分かってやってる。でも間違えてる間違えるよね。ガイドを聞きながらね。かき氷かき氷お願いします、はい、ちょっとそのビーターがすっ飛んだとこ聞く聞いて。まあやってないって。
たらそこから前のに戻す、前のに戻してみよう、ちょっとやってみて、はい、それ、あのいいよ本当にこの地味な作業今中だから休んでて飲み物買っといで。で俺は日が隠れるのを待ってるのよ。一応今バスドラムを叩くこうベンベンっていう先っちょがドラムソロっていう一番見せ場のところでビョンって飛んでちゃってる。なのでバスドラ鳴ってないからこう低音がなくなるじゃないですか。でしかもベースと2人で撮ってるし、なのでこうフロアタウンを一生懸命叩いてこうっていうのをやったんですよ。さすがプロやね。俺ならすぐやめるから。なし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 ってやるから、ライブでもやるから。まあ飛んでっちゃったけど聞いてみると別にそんな音楽的にね、こうでも後で悲しくならないからね。あの時直しとけばいなくなったなみたいな。 で2個やったでしょ。そうです。それその最後のやつの後半だけその1個前のテイクをくっつけてみようと。このデジタルの世の中簡単なんですよ、そういうのがね。まあよくやります、よくやります。そのドラムソロ的にはどっちが良かったの本人。ドラムソロ今のも良かったっすね。ちょっと聞いてみないと。そっから前のも聞いてみようよ。あ、はい、練習のやつも良かった。練習のやつも。そうだ、3つあるからね。じゃあ出してもらっていいですか。じゃあ1個前の聞いてみます。1個前のね、はい。ソロじっくり聞かれるのやだ。こんな何回も強いな。これ俺が間違えた。そう。最初、ね、ドラムソロって思ってないから思ってないのがいいね。じゃーんって、え、ここドラムソロっすか、わかりましたって言ってドラムソロ言ってる。これいいよ、気がするけど。いいですか、ね、これここなんか入るんですか、歌詞と。あ、いや、ここはドラムソロでしょ。もう俺だけドラムとか言うと思う。お願いします。じゃあちょっと大友さん風に言うと思う。ドラムじゃちょっとやってみます。お願いします。ちょっとお待ちください。それその後はどうするの。その後1個前のに戻します。1個前のに戻す、はいはいはい、なるほど。ちょっと互換談してください。これベースも一緒に互換談くださいよ。俺のは最後のやつ聞くよ。一番間違えてないから。ちょっと互換談ください。はい、互換談ください。これ時間あるんですよ、こういう。やっちゃ日陰に。ここにさ、このこれを入れてた胸にここだけピッチピチになってる。アイスキュー、ブドウじゃない。いや、ブドウ、きた、嬉しい。八橋もある。八橋くんも。大輝くんは巨峰好きだから今ちょっと納得いってないよ。俺の好きなジャイアンツと巨峰のカラーに合わせて。ああ、そういうこと。ありがとうございます。そういう忖度があったのか。なかなか
こんだけのお客さんを前にしてこっちの編集待ちでアイス食うっていうのがないっすなかなかないですね。これもうこれ作る時からこのドラムブース作ろうって決めてたんですか？いや後から最初はもうこれ1台でやるってで YouTube 見てたらなんか後ろで引っ張ってる人がいてこのなんか2台みたいなやつだけねおあいけるかもみたいな、うん、最初は自分で作ろうと思ってた側も、うん、なんかあのコロみたいなはいはいはいコロ馬車みたいなそうなんだで、キズラここのこの人たちがやりますよってあ言ってその岐阜の、うん、はいなんか熱くないの、うん、そんなに逆に、うん、中は絶対熱いと思ったからこれクーラーがあんだけどねちょっとこっちが空いてるからまだいいのか風が通るんですよなんちゅうタイミングや俺だけが熱かったよできるかなんか不思議な味するねこれ、うんうん、ああもうそれかなもう十分やねどこにいないもう流しちゃいますか漁医ははいんお願いしますここでアイスここで聞こうあ、いいの、はい、どうぞポン、うんマイク落としをしてる大事なところでいいんじゃないですかよかったですねだ今のは戻るからドラムソロは練習バージョンが入っててうん3つのうちのね1が入っててドラムソロが開けた後はドラムは2回目のテイク2でそれまではずっと3で田辺さんのテイクは最後のベースが入ってる、はい、ってことですでも3、俺の3も完璧じゃないんで、それを直すってことね。
それでいい。うん。何？聞こえなかった。聞こえないの？いやいや、あの、あ、直す。直す。うん。聞きますか？聞きます。直します。股上がこんなところにあるからな。こうか。はい。そしたら、こっちあれしてもらいますか？とりあえずちょっと第一休憩。いえ、ドラム上がり、ありがとうございます。どう第一。あとちょっとあのなんつうの？振ります。振るやつとかをやってもらいます。あとでちょっと休憩です。じゃあ応援してます。ブドウもらってきてブドウ。そんな間違えてないよ。シーン。あ、来た？ベース？めっちゃ聞こえるよ。聞いてみる？うん。最初の方別にだ、まあでも聞かんとわからんね。ん？手あげるわ。あ、はい。そこ直す？どこだった？だからリピートした A 78。あれ？譜面ってみんな見えてるの？ん？ああ、譜面見せようよ。準備が足りないね。歌詞隠しとくか。っていうかベースが出ないんだよ。あ、ちょっと待って。これあれね。ちょっとそれそっちに。これこっち。78でいいの？あー、これ、あー、じゃあ78でいい、いいですよ。カメラで追ってくれたら譜面だけでいい。ん？見えた？見えない。タイトルはバレたね。タイトルが。タイトル。ん？うん。こういう曲です。わかりますよね、皆さん。イントロあって。リピートして B 行ってソロ行って DS していやもう分かってくれてると思ったけどな。今からやるのはね、上から3段目の後半です。リピート回のねどうぞ。じゃあ3から出ますね。A 3から3小節。 A の3小節目。ああ、はい、はい。アンプが出てねっす。え？アンプ出てる？出てない？もう一回ちょっと
ップが出てない。ついてるけど。わかった。あ、来た。その後聞きます。 B に行ってる。そしたら DS したところの頭4小節ぐらいやってもらっていいですか。はい。あの静かになるところ。その後、はい、あれなんかバババ言ってる。ん、いや、いいですよ、このままつ、はい。入れてないですね。 B に行くとこね。 B 一杯やります。ん、 B 一杯、 B 一杯6小節そしたら次ドーンだからソロのところ。え、 B 頭からでいいですか。え、 B 頭から、うんうん、はい。じゃあその後聞きます。
だところをもうちょっとなんかやるから。ああソロ、そのコーダ、うんうん、ソロっていうかドラムソロね、その4つ、コーダ4つ、4つじゃない8つ、ドラムソロいっぱいやります。エンディングに入るまで。はいな、はい。これでできたでしょ、うん、ベースできたよ、はい、ベースとドラムができました。ありがとうございました。そういう曲でした。さようなら。あ、はい、ではすいません、ちょっとセッティングを変えてギターと、パーカッションになろう。ギターもベースはベースはじゃない、アンプはこれでいいんで、ギターを変えて、ここはドラムをバラしてなんかシャカシャカです。ちょっと時間がかかります。一回家に帰ってください。ドラムがちゃんと見えなかった、飾っとくか外に、こんなんだったよって。ドラムはこんなが、こんなでしたよみたいな。なんかここにプロの技が光ってるな。大丈夫？ギターチェックする？あ、なんかちょっと涼しいよ。閉めてもらえば出入り横からでした。
プ、うん、ちょっと待って、これがねノイズが、そっちも聞いてる、これかい。風が、そっちのコンプも聞いてるんでしょ。こっちのコンプも聞いてる、うん、そっちだけでいいかじゃあ、うん、これなす、なすはなしちゃおうか、なしにするわ。あ、そっち、こっち行かせてください、うん、あ、こっち行かせてください、うん、こっち、抜いちゃおうか。そっちはなし、はい、抜いちゃいましょう。抜くよ、抜くよ、入れるよ、これでいいのよ、いい、これもやりすぎ、結構そっちかかってる、うん、ちょっと、ダメじゃん。背中に当てる？ケツ。めっちゃノイズが出てますけど。ノイズが多い。あ、これ消えた。
皆様、すいません、お待たせしました。ギターとパーカッション、パーカッション、なんかこう、マラカスとかシェイカーとかなかったんで、その辺にあった何それ、シリカゲルみたいなやつみたいなやつですね。何、お菓子に入ってた、お菓子をクッキーとかなんか乾燥させないやつかな、とフリスク、フリスクっぽいやつ、はい、それで合わせ技だそうです。行ってみます。いいっすか。はい、ノイズ1ここでいいっすか。あ、来た。
はい。ちょっといい？最初が怪しかったけどな。聞いてみようか。宮尾進む久々に出したな。漢字聞いてみましょう。いいっす。どうぞ。2コーラスか、うん、前半だけもう一回やります。はい。あ、皆さんごめん、マイク動かしちゃった。どこまで前半アンプと
これの位置でノイズ出てるの分かります？ブイーンって。まあこれアンプに近づくとノイズが。あとでもこのここ出ないですね。出ますね。みたいな。これがめんどくさいですね。アナログは。ここが出ないちょうど。どこまで行く？どこまで行きます？最初のソロぐらいまでってこと？もっと行く？あ、ギター的にどうですか？いや、ギター的には割と最初の方、その1番終わるぐらい。B が終わればなんか安定してた気がする。ああ、ああ。じゃあソロぐらいまで。はい。はい。その前でいいですか？あ、はい。あ、ギーソロ前まで。おい。はい。1, 2, 3 ですか？なんか急に俺の声がカラオケみたいになってる。響いてないですか？大丈夫でしょう。はい、ギターとパーカッション終了です。はい、ありがとうございます。伊藤大地、これで大丈夫ですかね？終了。とりあえず、うん、ありがとうございました。伊藤大地です。そのうちまた、サンフジングでさあ、ギターをもう一本ぐらい入れるんだが、俺は正直ここまでしか考えてきてないのよね。なんか入れましょう。ギターを変えてやりましょう。もうアンプはこれでいいんだよ。ギターを違うギター、スペシャル、ギブソンにやっぱりフェンダーばっか使ってるとね、バカって言われるんで、もうしてんねんと。ギブソンの人なんでね、ギブソンに変えます。だいぶ影になったぞ。逆に寒くなるんじゃない？焚き火の威力が来るのかな。ギターが変わります。そういうギターが拍手をもらってる。これそうですね、プロトタイプ、いつも使ってるやつには書いてないですけど、ここに OT モデルと書いてあるやつ。
からさ、どうしたらいいんだろうな、この後。これいらないもんね。あれ？刺さってないです。チューナーどこ行った？チューナー。あ、どっちでも。壁通して。うん。ギターにくっついてなかった？こいつのせい？これか。やってみます、はい、これ取るの、いいっすか。はい、どうぞ、はい、
ノイズが出てる方に動いてたね。でも弾いてりゃ分かんないですよね。まあ、個人的にはいいんですけど、聞いてみていいですか。はい。最初の A の途中をやり損ねてんだよ。最初の A 出してもらっていい？聞く？うん、聞く。B 前で抜けばいい。え B 前まで次の何 B の前まであ何B の前まで行けばいい。 B の前だから、あの2小節くっついてんじゃん A って。あそこだけ。そうそうそう。あ、はいはいはい。
日が暮れるからね。3時になりましたよ。おやつ。いや、そうです。だいたい4時とか5時とかには終えないといけないだろうと思ってますから。どうしましょうこれ。もう歌ってもいいんですけど。優しくも優しく栗のやつやん。栗のやつ。え、もっと栗のやつ。まああと、まあもちろん歌を歌いますよ。キーボードとかも入れる？せっかくだから。一番嫌なやつね。ここに置く？はい。じゃあキーボードやりますんで、ちょっと準備します。これが マスクの紐だと思っちゃうんだよ。もう暗いじゃん。キーボード。あ、クリーム入ってる。すげえ栗。あ、全然忘れてるこれ。あ、もうでも曇ってるからもうビカビカならない。ここにライト当てないとダメだよね。もうミラーボーイが、ミラーボーイがライトを持ってきてくれるでしょ。すみません、ちょっと休憩してきます。大丈夫ですか？はい。はい。ということで、これからは、幼稚園レベルのやつを、キーボードは僕は弾けないので、押してるだけです。これから押そうと思います。愛の手ね、愛の手。みたいな。やってみます。なんかこれ一番恥ずかしいわ。はい、いいよ。はい。
これジャーってめっちゃダセーな。ボリューム、はい、はい。どうしたらいいの？こんなことするできる？最後だけ。はい。はい。最後の頭がってます。最後だけです。よっしゃ、はい、いいよね。幼稚園児も参加したっていう設定で、さあできました。これまあだいぶだいぶじゃないな、まあ音的にはこんなもんだと思います。今から歌を歌うんで、やっとどんな曲かが分かると思います。セッティングしましょう。ここで歌う。ここでも。ここ。いや。そんな恥ずかしいこと。あれぐるぐるしてこの中でやる。あ、行きますか。セッティングします。はい、やっとこのミラーボールを使える時が来たよ。そのために買ったんだよって、この曲のために。これなんか。ミラーボーイ。あれ？どこ行った？そのために呼んだミラーボーイ。あ、来た、いたいた。マイケル・ジャクソンみたいな手袋してるやつ。歌詞ね、歌詞そこの。それでこれだ。これも中だ。マイクセッティングよりミラーボールセッティングの方が時間かかる。いや、これでもいいし、あ、このかっちょいいやつにしようこれ、うん、せっかく持ってきてくれた。すいません。ちょっと休憩になります。すいませんね。閉める閉めてちょっと照明チェックしますね。
いが起きてる。もうちょっと早くていい。大丈夫？あのこの漏れてる光は大丈夫？これでいいの？明るすぎないですか？あ、キャー、ここ塞ぎましょう。暗かったか感じ出てたんじゃないの前は。あそこも塞ぐ？ライト、ライトが多くない？大丈夫？うん、ちょっとこうなんかナイトフィーバーな感じに。そう、それ抜いていいよ。ライト多いんだね。うん、どうすかね、これ回して。これさ、取っちゃった。そいつじゃなくて、こいつが取るんだから。いや、こっちのライト。あ。結構ね、明るすぎるかもしれない。うん。一丁だけで、あとはミラーボール下当てのやつ。いいよ、俺は暗くても感じ出てる。それ外したのがいい。あ、これでどう？トラボルタ的な？回して。出てる？感じ出てる？早く、ゆっくり。あの、曲調でこれでいいか？これでじゃあ、はい、さあ皆さん、 お待たせしました。ボーカルを入れようと思います。まあさっきのあの譜面でタイトルは見たと思いますけど、まあ、今日は今日という曲ですね。はい、これをちょっと俺もね感想する自信がないんですよ。どうしたんですか？なんですか？いいんですか？やってレベルチェックしろ。全然聞こえないよ、みやちゃんの曲。曲じゃない、声は。聞こえない。なになに、え、聞こえるよね。うん、今はね。うん、どう？大丈夫ですよ。あ、じゃあ、行きましょう。はい。うわぁ、うわぁ、はい、はい、え、ちょ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 、最初叫ぶよ。オーケっていいですよ、とりあえず。はい、もう最初からもう一回お願いします。
場所がむずいわ。間違えたな。もっと早く出なきゃいけないのか。ね、うん、感想から聞いていい？今たまにはあれ感想じゃないよ。どうせキスを飲みなさい。もしもし。違う違う。感想から。
ビニの色が、あ、間違えた。じゃあ感想から出してもらってやります。どこまで行きましょうか。多分最後までです。はい、ごやっぱ熱いなこの辺。はい、どうぞ。奥ゆかしいな居心地の音、奥ゆかしいな、たまには外国のどうせキスを飲みなさい。コンビニの色がちょっとおかしいな、ちょっとおかしいな、何度も曲がりなさい、数字で覚えなさい、ほなほな言いなさい、今日も今日だってかなりの夜ああ外出て聞きます。暑いんでこれ開けて、これやっぱり暑いんだよね。あっちってあっちってこれあっち、あああ、
を飲みなさい。コンビニの色がちょっとおかしいな、ちょっとおかしいな。直します。直す歌詞後で映すけど、これ歌詞に並んでないのよね。俺わーって殴り書きして後で見てください。後でまたプレイバックするときに。どこ直すの、これ最初や。もう帰ろう。感じ出てた、このミラーボール。閉めますか。はい今日ちょっと感じ出そう。角を曲がりなさいの前までやっていい？最初、うん、ちょっと待ってね。はい分かんなかったと思うよね。でもいいんじゃない？うん、うん、じゃあできました。ちょ歌詞をじゃあ写すよ。あの位置も違うから。開けます。はい、位置も違うから、ここの位置はこれかって思ってみてね。
字が汚いしね、しかも読めないかも。京野菜とか読めな、自分で読めなかったからね。そこに、じゃカメラの人に出た？見えてます？えらいアップになってるね。あ、そういう、いや、そうやっても順番が違うだろうまあいいや、ちょっとじゃあプレイバックでちょっとあれします？カルミックス的な。うんうんうん、こっちでできないよね。やるならここ。そうね、うん、なんかこれ恥ずかしいな。こうやって 見せられるのは恥ずかしいよ。ツールスもなし。俺的にはこのタランティーノ多分来たが好きなんですけどね。多分来たよね。京都。じゃあ合ってる。さあじゃあちょっと修正じゃないや。このバランスを取ってみんなで聞いて終わりということになります。もうまあ終わったようなもんなんで帰っていただいてもいいですけど、はい、あの録音作業自体は終了し、火つける？全然寒くないけど、せっかくだから火を見ながら聞くみたいな、これもつけたり。かわいいね、そのバケツちっちゃい。つかないってこと？やってる間に通り道がなくなったんだよ。もう一個だよ。ああ大地くん、うんうん、する人いるかな。前あの配信した時はチャットとかがあったんで、このタイミングで質問コーナーみたいなのもやってましたけど、あります？なんか質問まあ見りゃ分かるしね。特にないか。あったらなんかマイクとか持ってく？ありま、いませんよ。一人だけいる。なんだろう、一人だけ。すげえ却下されたらどうする。すいません、今日は今日の歌詞なんですけど、はあ、いつぐらいに考えた歌詞なんですか？いつぐらいに作ったんですか？もうこの1週間ぐらいですか。すごい。これあの今日俺ら的には4日目なんですよ。ずっとこう東京出てきてて、その4日分をまとめて曲も歌詞もまあ全部じゃないけども作って持ってきたんで。そのついそうですね。でも正直言ってもこれ今日の歌詞さっき考えましたからね、途中タランティーノとか。え、あ、はい。じゃああの伊藤大地まだ残っててくれたんで一緒に聴いて終わるってことで。よし、はい、お願いします。
今日真心タクタクだろ。そうなんですよ。終わったら見に行こうかな。ねえ、なんで被してくるかね。これで聞きます。これで聞こえると思うよ、多分。今だとミヤちゃん、今ミヤちゃん忙しい。なんかドラムソロも奥ゆかしい感じになってよかった。どうだったっす。奥ゆかしいよ。奥ゆかしいな。奥ゆかしいな。どうですか、こういうところで。まあ普通の、昨日普通にその中でライブしたと思うんですけど。ねえ。こんな、これ。こんな素っ裸で聞かれることになるとは思わなかったけど、いいもんですね。そうなんですよ。その聞かせてる音がね、素っ裸なんで、まだパンツ履いただけぐらいのところで聞かれて。そうそうそう、なかなかないですよね。ないんですよ、うん。まあそういう意味ではね、レアといえばレア。レアですね。サンフジーズとかでもね、よくこうやってやってましたね。サンフジーズ、そういえばその辺に岸田歩いてないんですか。いるんじゃないですか。いるんじゃない、その辺に。いるかもしれない。何やってんすか。まあそういうこともね、またやりたいと思いますけど。タミオさんが鍵盤弾いてるの結構レアな気がする。弾いてるっていうレベルじゃないで。指2本しか使ってないから。結局火はなんかつける術がないらしいよ。飾りか。全然いらないですけどね。なんなら寒くなるんじゃないか説があったんで。過ごしやすいわ。まあこんな、なんかなんていうんですかね、京都だからこんなあるしさ、なかなかないよ、やらせてもらえて。京都はだからさ、まあ、歌詞にもちょっと出てるけど、コンビニとか地味な色にしてるじゃない。これ大丈夫？めっちゃ派手。一番ダメなやつじゃないですか、京都的には。まあこんな感じで、あのこれからまあわからないですけど、いろんなところに行って、でも京都が俺は最長だと思いますよ。東京から出てくるにあたり、K よ。確かに、うん、K でこれを引っ張ってんのよ。す、あ、なんか来た。燃やそうとした。燃やそうとするコロンビアの人が来た。燃やすのに燃える男やね。これ K で引っ張ってて高速とかスピード出るんですか。まあ出る、出なくはない。出なくはない、うん。ただまあ風に弱かったり。ああそっか、煽りがね。ニョニョニョンと揺れたりしますよ。さすがに走らせながら録音。それどうなの。それ逮捕されない。それ逮捕されるんですか。わかんないけど。確かに。やる？ガタンガタン。あのひっくり返ってるの見たでしょ。自分もひっくり返るけど、まあでも固定したらできるのかな。これね、ちなみにね、ネジでこうパッコって取れるのよ。あ、上も上と下が離れるの。だから丸見えにしようと思えばなるから。なるほど。で、第一そこでドラム
叩きながら街をこうゆっくりゆっくり練り歩くみたいな。もう全然今日の丸見えをもう体験したらもう何でもいけますよ。そう、それもできるよ。なんかちょっとこうフェスティバルに参加させてもらって、いいよくあるじゃない、そういうパレード流しで。そこにいいです、ね、録音してます。そこのホロのそこも透明してたから、タミオさんはこっちで、あ、ここで顔出してね。ここ窓だからね、これ最近これ使ってねえな。しかしこいつができてからあれ浜君そこで撮ってましたね。開くんすか。え、これどうやんだ。ちょっと見える見える、かすかにかすかにしか見えない。こういう感じでいいです、いいです。あ、ちょ、これ寝れるようになってますからね。ベッドにもなるんですか。ベッドなるよ。この板があってね、それをペタペタってやると。ただ疲れるね。どうですか、みやちゃん、はい、いいっすか。もうじゃあとりあえずこれボコンってちょっとデカめの音で聞いて終わりにしますか、はいはい、あ、火出た。燃え移りそうで危ない。大丈夫です。大丈夫なの、火とか使って。それでは、本日は長い間ありがとうございました。一応今日という曲が出来上がりましたんでね、それを聞いてお別れしたいと思います。ちなみにこれ車は明日も置いてあるんだよね。あ、そうなんだ。なんか展示してあるらしいです。見学、はい、いいっすか。じゃあ今日は今日です。どうぞ。
もだろう。よしよし、ありがとうございます。YouTube とかでこれの様子が流れると思います。あの自分らのもソニーのもどっちも流れるかな。はい、京都のこんなみんなが集まるイベントに呼んでいただいてありがとうございました。伊藤大地くんもありがとうございました。ということで突撃オートモービレー京都奥ゆかしい編でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きお楽しみください。よいしょ、ありがとう。